マイナス10キロ、きれいに痩せる、佐藤すみかです。ダイエット効果の高いリンゴ酢を飽きが来ないようにアレンジして美味しく飲みたいなって思いませんか？そこで今回の動画では特に女性におすすめのリンゴ酢を使った美味しい簡単なドリンクレシピがわかるんです。もしあなたがダイエット効果の高いリンゴ酢を使って美味しく飲みながらもっともっときれいに痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。材料たったの3つだけ、綺麗に痩せるリンゴ酢ドリンクのダイエット効果とレシピについてお話しします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜリンゴ酢で綺麗に痩せることができるんでしょうか、その理由と、2つ目、女性におすすめのリンゴ酢ドリンクレシピお話しします。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢で綺麗に痩せることができるんでしょうか。そのメインのリンゴ酢のダイエット効果と、このドリンクの材料が持つ痩せる効果をお伝えしていきたいと思います。まず1つ目です。あなたの腸内環境が整うからなんですね。とっても大事ですね。もうこれを無視して痩せようって無理です。なぜかというと、痩せ体質に生まれ変わるためにはこの腸内環境が整っている方だけなんですね。そうしないと、いくらその時に痩せたとしてもどうせ待ってるのはね、リバウンドです。そんな風にならないためにも、まずはあなたの腸内環境を整えていきましょう。そのためには腸内に住み着いている痩せ菌たち、善玉菌たちをしっかりね、種類を増やして元気にして、いつまでもねここで住み着いてねって、よしよしとやっぱり育ててあげる必要がある。その時に必要なのがリンゴ酢になるんです。でまたこのドリンクですね、他の材料あと2つあるんですけども、それぞれが持つすごい効果があるんですよね。リンゴ酢も入ってますが、この血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があります。これすごくいいですよね。なぜ太るか、血糖値が急上昇して、その間にどんどん脂肪を溜め込んでいくわけです。では逆に言うと、何かしら飲んだり食べたりした時にこの血糖値の急上昇をね、ぐっと抑えてくれるものを摂れば、その間脂肪も溜め込みにくくなると、こういった作用をうまく使いましょうねってことがとってもとっても大切です。そして3つ目、ここも大事ですね。私たち特に女性にとっては女性ホルモンの影響を受けます。これがちゃんとできてないと太ってしまったり、イライラってしたりね、コレステロール値が上がったり筋肉量が落ちたりするわけですよね。なので代謝を上げる必要があります。でこの女性ホルモンのバランスを整えるものも今回材料1つ使っていますから、是非最後までご覧くださいね。では2つ目の項目です。女性におすすめ、きれいに痩せるリンゴ酢ドリンクのレシピお話しします。まずは材料が持つそれぞれのダイエット効果について、そして材料と作り方、飲み方注意点の順番でお話しします。まず材料1つ目はリンゴ酢になります。リンゴ酢は本当にこれはもうね、めちゃくちゃ効果出るんですね。私がリンゴ酢いいですよってお伝えした方が、もうたった3日でね、先生って2キロ落ちたとか、もう本当によくねいらっしゃいます。それぐらいリンゴ酢って本当に効果が高いんですね。でそのリンゴ酢がなぜ効果が高いかというと、もうどんどん脂肪を燃やしてくれます。で基礎代謝も上がるし、結果脂肪がつきにくくなる。でまた先ほど項目1でお伝えしたね、血糖値の急上昇ぐっと抑えてくれるからこそ、しっかりと脂肪をね溜め込みにくくすることができるわけです。そして酢酸の働きが一番強いのがリンゴ酢になります。お酢ってね、たくさん種類ありますよね。でもダイエットしたいならリンゴ酢おすすめです。なぜかというと、その酢酸があなたの腸の動きをもうどんどん元気にしてくれるからなんですね。ぜん動運動がうまくいけば、お腹すっきりデトックス、老廃物もさよならっていうことにできるわけです。そして満腹感を得やすいんですね。暴走する食欲をぐっとリンゴ酢を使って事前に抑えておくっていうのも手ですよね。そしてむくみ改善効果もあります。カリウムが入っていますからね、せっかくね痩せたのにむくんだままだと見た目がすっきりしないじゃないですか。お腹タプタプとかね、お尻タプタプ嫌ですよね。そういった方は水分代謝がうまくいってないんですね。でその水分代謝を司っている臓器もやっぱり腸なんですよ。ですからむくみがひどいという方は腸を見直すといいんです。では材料の2つ目はこちらです。今回はね、ロースヒップティーを使っていきます。もうこれ女性にめちゃくちゃおすすめ。ちょっとね酸味があって爽やかで、もうめちゃくちゃストレス発散解消にもなりますから、ぜひ飲んでみてください。このローズヒップもリビノサイドがねあって脂肪燃焼効果を高めてくれるんですね。で何よりも嬉しいのがここです。ホルモンバランスを整えてくれたり、美肌効果もあったりですね、女性にとって嬉しいこの貧血予防にもなるんですね。もうこの3つはすっごくね美容効果大ということで、もうどうせ飲むならね綺麗になった方がいいですよね。その時にこのローズヒップティーを上手に取り入れますと、こういったダイエット効果プラスアルファ美容効果もゲットすることができます。そしてねデトックス効果も高いです。これ大事。どんなにねいいもの入れようと思っても、まずは出さないと。大掃除です。ちゃんと大掃除してからやっぱりいいものって入ってくるんですよね。その時にやっぱりこのローズヒップおすすめです。そしてこれは無理に入れなくてもいいんですけども、やっぱちょっとね甘みがあったらいいなっていう方は3つ目の材料蜂蜜使っています。で特にね必要ない方はこれは使わなくても OK。 もうでもね蜂蜜もすごいんですよ。もうなんといっても栄養価が高いので、しっかりと痩せるためのホルモン作る材料がやっぱり栄養ですから、もうねこれは白砂糖なんか使っちゃダメですよ。甘みが欲しいなら蜂蜜が一押しです。そうすると脂肪燃焼効果もあるし、なんといっても腸内環境を整えてくれるオリゴ糖も入ってます。しっかりとね腸内環境を整えてもらって、しかも栄養がたっぷりで、血糖値のね安定も司っていますから、低血糖の方とか上手にこの蜂蜜使われますと、夜中しょっちゅう起きちゃうとかね、そういったことも防げますから、是非今から紹介するドリンクね、いつ飲んでもいいんですけども、おすすめは夜寝る前というのもありなんですね。ではここから材料と作り方、飲む注意点お話しします。まず材料です。今回はローズヒップリンゴ酢ドリンクになります。1杯分の材料はこちら、ローズヒップのティーパック1袋ですね。それに対してお湯が 200ml ぐらい準備しましょう。そしてリンゴ酢が大さじ1、蜂蜜が大さじ1、これをしっかりね混ぜて、あとは美味しく飲むだけということになります。ただここで注意、材料間違うと太りますよ。例えばローズヒップティーも無農薬、できれば有機栽培のものがベストです。煮出しますからね、農薬たっぷりじゃダメです。農薬飲んでしまいますからダメなので、有機栽培の無農薬でお願いします。そしてリンゴ酢もね純リンゴ酢ですね。味がついてなくって、原材料がりんご果汁 100% のみでできている、本当にねダイエット向けのリンゴ酢選びましょうね。ここで間違っても甘いのがね添加されたり、人工甘味料とか香料とか余計なものがいっぱい入っているストレートタイプのようなものはダメです。それはリンゴ酢ではありません。で蜂蜜もそうですね、できれば国産のものを選びましょう。そしてそれが出来上がったらね、痩せる飲み方ということで、もうぜひですね食前または寝る30分前ぐらいに飲んでください。とっても効果が高まります。そしてそうは言っても飲みすぎてはいけません。1日に1杯から2杯まで、リンゴ酢は1日あたり大さじ2杯までで十分です。それ以上取ってしまうと、歯のねエナメル質がこう溶けてしまったりとか、胃がこう焼けてしまって痛いとか、そういった症状出る方もいらっしゃいますから、飲み過ぎには注意しましょう。そして常温もしくはホットで飲みましょう。間違ってもこれをですね冷蔵庫で冷やして氷入れてとかしちゃダメですよ。お腹冷やしちゃうと腸が冷えて代謝が落ちて太ります。もうますます悪循環なので、常温かホットおすすめです。そして何といってももう体質改善含めますから、やっぱり 3,4 ヶ月最低でも12週間以上毎日ね美味しく飲みながら、ぜひ体質改善、腸内環境を整えて、しかも綺麗に痩せていきましょうね。この動画のお話は以上になります。ダイエット効果の高いリンゴ酢を使って、しかも女性に嬉しいホルモンバランスを整えてくれるこのローズヒップリンゴ酢ドリンク、ぜひ今すぐ作ってみてくださいね。そしてどんな状態になったかとかね、コメントどしどしお待ちしておりますので、いただけますと嬉しいです。また役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。